ゼロショックとセリアのですね、100均グッズを使って、今流行りのスマホショルダーを作ってみようということで、作り方と、材料をご紹介します。まず基本で必要なのが、エレコンさんが発売している、ゼロショックっていう、iPhone 以外にもですね、Android でも対応しているスマホケース、こちらがまず基本になります。はい、で次にご用意いただくのがセリアのですね、クラフト金具キーホルダーパーツ、ナスカミニサイズ、5個入りと、次はですね、カラミナキーフック、D 型4個入り、装飾パーツコードストッパー、4個入りと、アウトドアハンギングベルト90センチ、最後にワークマンですけども、ワークマンパラメイトロープ、350円のものです。これをちょっと選んだ理由がですね、やっぱりちょっと長めでお買い得っていうのが、あとやっぱりコットンみたいな質感がすごくいいですね。はい、まず使うパーツの紹介ですけども、まずナスカ、2つしか使えません。あとコートストッパーも2つですね。あとカラミナのですね、キーフックってあったんですけど、実際使うのはカラミナの中のこの丸いパーツですね。丸カンだとこう結構外れやすいので、こういう中にね、挟んで入れ込むタイプのやつが2つあるといいですね。はい、ワークマンのパラメートロープですね、一応15メートルぐらいあるんですけども、実際使うのは1個50センチのものをですね、カットしていただいて、2つ用意してください。切ったところはですね、ちょっとライターでこういうふうに炙っていただけると結構作りやすいです。まずは何も考えずにですね、このワークマンのパラメートロープ、それぞれの端っこに結んでください。じゃあ次はですね、それぞれの、端っこね、結んでもらってると思うんですけど、こんな感じですね。逆のこのパラメータの端っこをこちらのですね、コードスポットッパーの中に入れていきます。その時にもうこれで入れちゃうですね。通りにくかったらですね、ちょっと細い棒なんかで少し押してあげると出てきますね。この片っぽを抜き出たところをですね、外れないように結んでおきます。片っぽも同様ですね。結構力加えちゃうとこうやってほどけたりしちゃうんで、ライターでまた炙ってください。はい、ではこのナス缶とですね、この、丸カン、これをくっつけます。くるーっと回せばくっつきますね。もう一個のペアもちょっと家のありもんなのでサイズ違うんですけど、くるーっと回して、くっつけておきましょうね。カラビナはこのパーツを取るためにね、買っていただくといいかなと。すると通過できます。はい、じゃあいよいよ仕上げですね。この、コードストッパーで留めた丸いところとこの丸カンをくっつけます。ロープの部分がね、一応入るようにちょっと引っ張ってあげて、で回してください。もう片方の方もこのコードストッパーで留めている輪っかの部分をジャストドライバーとかでちょっと隙間開けてあげながらするといいですね。はい、これで両方、くっつけた感じですね。ちょっと手先があんまり器用じゃない方はですね、ちょっと丸カンが大きい方がいいですね。はい、今回ちょっとゼロショックをおすすめしているポイントがですね、このナスカンをくっつける穴がここと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 計6つあります。お好みの位置でいいんですけど、ここが一番つきやすいですね。
もう片方もこちらにつけます。かっこいいでしょ。はい、今回ですね、紐の部分をこのセリアのアウトドアハンギングベルトを使ったのが、まあ、ルートさんとか、まあ、吉田カバンさん、ポーターとかが販売してるスマホショルダーみたいにですね、いろいろね、こうフックでつけれるんですよね、カラビナで。そうすると、ちょっとキャンパーっぽいスマホショルダーの出来上がり。作成したですね、スマホショルダーなんですけども、総額で大体2500円以下で作れます。で、コードストッパー使って作ってるので、こうやってですね、パッとこうコードストッパー引っ張ってあげて電話したりとかですね、あと電話しないときはコードストッパーを短くしてあげて持ち上げたりっていうのが可能です。よかったらぜひ作ってみて、楽しんでください。今回キャンプ映えするスマホショルダーの作り方ということでご紹介させていただきました。まあ、フックもたくさんあるんでですね、まあ、タオルとかいろいろ引っ掛けて、まあ、楽しんでみて